何度も懸垂加工してますけど、上側の糸がこっち、もうちょっともしかして逆なのかな、上で下側がこうやって下に出てくるように。ロープは結構硬いんで、遊びがある方がこのぐらいこういろいろな方向に行けるんですよね。で、下基本上の手は止まらず下の手だけ持ってこうやって送っていきます、全体重を。で、下の手さえこっちさえ離さなければどんどん降りられます。下の手で送ってあげる。こうやってやっていきます、懸垂加工は。で、全体重は預けちゃう。送る、送る、送る。